たな。これで皆揃ったようだ。世界でも指折りの武人が集ったな。この塔の噂は聞き及んでいるだろう。さあ、では正々堂々と戦ってこい。少しは戦えるようだな。一回じゃわからんから、もう一回やってみろ。さあ、では正々堂々と戦ってこい。風雲戦争の狂犬を知っているか。油断は禁物。世のすべての相手を師と仰ぎ、常に学ぼうとする姿勢を忘れるでない。人権には及ばないが、君もなかなかやるな。では上の階に行ってこい。来るんだろうか。あんな奴らは上がってきてはならんのに。おや、ちょうどいいところに来たな。肝を出しとっ。挑戦者が現れたな。さあ、最後まで生き残れるかな。また別の挑戦者が現れたな。さあ、最後まで生き残れるかな。
これで終わりではない。最後の挑戦者が来ている。うまくやってみせよう。やっと君と勝負だな。やはり君が残ったか。次の回でも健闘を祈る。気力眼で手伝ってくれるものを探しましょう。慎重に選んでください。善治、気力眼も持ってきました。許さんぞ。ずいぶん遅いお出ましたな。まったく、君が選んだ仲間とこれくらいになるか。慎重に選ぶぞ。条件が合わないため使用。条件が合わないため使用できません。力の合わせ方は分かるだろう。だがこの先はこれ以上に大変だから気を引き締めていけ。力と正確さに加え速度も重要じゃ。何も難しくはない。さっさと壊すのじゃ。シャドウ人権はあれが動く前に全て壊していたもんじゃ。それから大王石灰の周辺には攻撃の成分があるから活用する。成分によって効果が違う。適切に使用すれば役に立つわけじゃ。動きをするやつはチャド人権以来じゃね。生命の成功をお持ちでなければルーレット。ここまで来るとはさすが力王の弟子じゃ。
生命の成功を使用してルーレットを回すと霊術生命の成功で宇宙ご手をご覧ください。無心の境地に達するのも天運が必要じゃ。楽園族の主張が出てきます。もう一度見てみようかな。それでは後ろをご覧ください。うまくやってみせよう。しているようじゃな。なじるところない勝負した。さすが風邸一軒と呼ばれるだけあるぞ。恐れ入ります。またしてもここまで上がってきた者がおるな。その者とは一体。お主も知った顔じゃな。おお来たぞ。いや君は君だったのか。俺と競う者は悪いがここは譲れないぞ。ああ、いよいよ皆集ったようじゃ。お嬢を目指すものが違う。行ってご教授願おう。俺も風邸一軒と呼ばれて、その息吹容赦ません。隠して大の翼だ。奥武家剣部の息吹。奥武家剣部の息吹。剣部の息吹。ここは君に譲ろう。友達が接続しました。あとは最後の関門だけだ。むやみに攻撃、容易ではないぞ。